こんにちは。タイムスター子供スクールの阿部と申します。今回はですね、女性起業家さんの方を迎えて、まあ、仕事と、家庭の両立であったりですとか、まあ、幼少期のですね、育ち方をヒアリングさせていただいて、まあ、この動画をご覧のあなたにもお届けしたいと思ってます。で、今回は、もう私がですね、ぜひ、インタビューさせてくださいっていうことで、お願いをした山口真希様にお越しいただいてます。簡単に自己紹介お願いします。株式会社品川女性ビジネス予備校の理事長をしております、山口真希と申します。うちの予備校の方はですね、女性にね、起業と、あと経営ですね、を教える学校をしております。うん、まあ、出身地とかですかね。はい、生まれたのは愛知県なんですけども、はい、うん、そこから幼少期はすごく転校することが多くて、はい、いろんなところに、行きました。うん、で、まあ、愛知県で結婚して、うん、それから今はもう東京の方に住んでるんですけども、うん、あとはね、そんな立派な職歴はないです。もうね、人間性が本当に素晴らしくてですね、本当に。はい。いえいえ、本当に私ね、皆さんと一緒だと思います。うん。うん、普通に結婚をして、そして、9年間専業主婦してました。うん。うん、そしてその後普通にパートに出て、それから40そこそこになるから、自分の人生何かやりたいのってみんな思うじゃない？女性はね、今ね、本当に。でもそんな感じで、バーンとやって、バーンと失敗した。バーンとやって、バーンと失敗したの、ね。そう。だから本当に普通に、主婦もやって、子供も育ててっていう、感じなんですね。だから、大した人の職歴っていうのも、別にないです。普通に本当に OL 的な感じだったり、事務職、経理事務とか、若い頃はね、やってたぐらいなので、はい。普通でしょ？普通はまあまあそうですね。この今、女性向けの企業塾をやっている目的とか、その経緯ってあるんですか？うん。それはまさに、さっきも、バーンとやってバーンと失敗したって言いましたけども、やっぱり40ぐらいにね、女性になったりすると、はい、ね、子供も私も多分小学生ぐらいだったのかな、その子のね、何か自分の人生でやりたいって思うじゃない、はい、だから何しようって思った時に、好きなことをみたいなね、よく言われて。多くあるやつですね。でしょ、はい、だから女性はね、はい、やっぱりその好きなことをやってそうなんだってね、はい、夢膨らむのよ。やっぱり。うん、はい。だから私も好きなことをね、うん、考えて、それが、例えば飲食のね、方の好きなこと、はい、かなと思ったのよ。はい、なので、実はね、まあカフェバーをバーンとやりました。はい、バーンと。うん、お金いっぱい使って。使いますよね。うん。で、本当に一生懸命やったの。寝ずに働いたぐらい一生懸命やったのよ。はい、でもね、全然稼げないの。はい。なんでっていうぐらい。うん、ね。うん、で、どんどんもう子供たちも犠牲になり、うん、旦那さんも犠牲になり、家庭がぐちゃぐちゃになりで、うん、そしてやっぱり全てなくす、家族もなくして、お金も全部なくすぐらいの崩壊を起こしてしまったの。ね。だから、普通にこのままだと、こんな女性がね、山ほど出てくるんじゃないかと思った。ああ、他にもってことですね。そう。うん、普通の主婦だった子たちが、バンと、まあ、お店までやらなくても、企業で失敗してるのは事実たくさんあるんですよ。ね。私ほど、ブルーシート買おうかなぐらいまで行ってないにしてもね。うん。でも、そういう事件って、実は表に対して出てないけども、いっぱい起こってるんですよ。家庭が崩壊してたりとか。だから、そうなってほしくない。うん。それで、私がこう変わった、ね。その稼げなかった女が稼げるようになったわけよね。だから、そこの部分で、すごくね、足りなかったもの。それをね、よくわかりました。なるほど。そこの教育をね、が絶対必要。主婦であろうが、OLさんであろうが、関係なく、女性が、社会に出ていく。ね。これは日本にとってとっても必要なことで。そうですね。これから特に。絶対必要で、でも、女性に、賢く社会に出てほしい。なるほど。日本の教育ってね、うん、
女性でも、まあ男性でもだけども、はい、ビジネス教育ってされてないの？ないですね。これは本当ないと思います。ね。うん、で、そういう中で必要なことって、うん、やっぱりテストの点じゃないでしょう。そうですね。ね、ここは多分とってもね、気になるところだと思うんですけど、はい、そうですね。はい、ね。なので、女性もね、その賢くなってっていうのは、うん、もっとビジネスや社会のことを、もっと知るっていうこと、知った上で、本当に、必要な方法を学んだりしてから、やらないと結果って出ない、ね、むやみにね、ただ、むやみに勉強しても結果って出ないでしょ。そうですね、意味ない勉強って本当に意味ないですからね。うん、全くそれと一緒だと思います。だから、賢い女性が、ね、日本にも増えて、で、活躍してほしいし、ね、その活躍って、大活躍じゃなくても、やっぱり、家族のためにとか、誰かのためにとか、っていう気持ちがたくさんあると思うのよ。これが、結果となるようにやってほしい。皆さんやっては苦しんでると思うの。結果が出なくて。ね。私はズバッと稼ぎなさいと言います。気持ちいいですよね。気持ちいいですよね。でも、仕事とかにしたいわけでしょ、結局だね。そうですね。うん。好きなことって言いながらも、でもやっぱり仕事にしたいと思ってる女性が多いと思うのよ。ね。なのに結果が出ない人たちがたくさんいる。これはなぜかと言ったら、稼ぎ方を知らない。学んでないからできない。まあ、だってそういう教えてくれるとかないですからね、本当に。全くね。そう。だから、やっぱりその、学ぶ場所を作る。ね。女性が、ちゃんと学ぶ場所を作る。うん。それがうちのね、一番の、思いかな。だから、予備校っていう名前も使われてるんですよね。そうなの。すごい好きなんですよ。ありがとうございます。予備校っていうのが。うん。なんかこう、なんていうんですか、企業塾とかそういうのって結構あると思うんですけど、そこだと多分全然思いが違う部分なのかなってそう思うんですけどね。伝わってて嬉しいです。そうなの、こだわってるの。その、なぜ予備校にしたかってね、まさに高校出て、そして大学に行くために、予備校に行ったりするわけでしょ、予備校って。だから、私は、大学を作ればいいと思っているんじゃないのね。その、何かを達成するために、その学ぶ場所。だって予備校って特にさ、ただ点数取りなさいじゃなくって、その学び方を教えてる。そうですね。確かに。学び方を。確かに。それで合格するように教えてるわけでしょ。そこをピンポイントで教えてるわけでしょ。まあ、企業と経営っていう部分で、実際に本当に使える能力の部分を、やっぱり、教えたいっていうこだわりで、ね、ちょっとなんか女性のね、その企業塾なのに予備校ってね、ね、っていうのもあったんだけども、もうそのまま予備校にこだわってます。そういう結果にこだわってらっしゃるってことですよね、きっと。うまくいくための、っていうところが。それすごい言葉でもそうですし、私いろんなブログも拝見しましたけど、そういうところですごいそういうのを感じるんですよね。